シングの WBA スーパー &IBF 世界バンタム級王者、井上尚弥、大橋は25日、日本時間26日、に米ラスベガスで WBO 同級王者ジョン・リエル・カシメロ、フィリピン、との3団体統一戦を予定していたが、新型コロナウイルスの影響で延期となった。連座で登場予定だった WBO 同級1位ジョシュア・グレア、米国は井上戦を熱望、勝てばバンタム級史上最強の男になれるとモンスター撃破が偉業につながると主張している。動画、井上尚弥の躍動はいつ見られるのか、ファンにならざるを得ないと米最興奮。井上がロドリゲスから3度ダウンを奪った衝撃 TKO の実際のシーン。2枚目、グレアの様子を届けたのは、イギリスボクシング専門メディア、セコンズアウトの公式 YouTube だった。ラスベガスで25日に行われるはずだった3団体統一戦。新型コロナの影響で延期となったが、前座でジェイソン・マロニー、オーストラリアと戦う予定だったグレアも落胆しているようだ。キャリア最大の試合になるはずだった。そうだ、ジェイソンと共にラスベガスのチケット売り切れとなった観衆を心待ちにしていたんだ。こう語ったグレアは、22勝12 KO 1敗1分けの25歳。マロニー戦の先にある井上への世界挑戦を熱望している。井上と戦いたい。俺があの男を倒した人間になりたいんだ。戦いたい。勝てば自分がバンタム級最強の男になれる。一夜にしてパウンド・フォー・パウンド TFP の偉人になれるんだ。この戦いを俺は求めている。井上と同じ米興行大手トップランク社と契約しているグレアはこう語った。米専門誌リングの PFP で3位に選出されている井上を倒せばバンタム級最強の称号を手にできると目論んでいるようだ。名声を切望するボクサーは王座を虎視眈々と狙っている。